お祈りありがとうございます。台湾チームがですね、先週の月曜日に帰ってきましたので、証と、その後ビデオですね、私のメッセージですが、見ていただきたいと、こういうふうに思います。皆さんのお取り出しの祈りを感謝します。無事に台湾に使わせて、無事に帰ってくることができました。で、今回ですね、初めて台湾に入ったんですけども、台湾ってこう九州と同じぐらいの大きさなんですけども、台北と一番上の台北と、その下の新竹と台南の一番下の方でですね、今回集会が持たれまして、台北の方では例の戦いも持たれたんですけども、私としては技術で今回使わされてですね、それぞれのうちで賛美をすることができました。で、今回ですね、中国語をですね覚えていったんですけども、なかなかいい感じだったと思うんですけどもうちょっと頑張りたいなというふうに今回思わされました。あと日本語もですね、結構日本語で歌っている時も皆さん聞いてくださって拍手とかあってですね、非常に祝福された時となりました。で、今回ですね、前回引き続き韓国に引き続いてブログの方させていただいたんですけども、写真と文章だとなかなかいろいろ面白いこととかですね、重要なこととかあるんですけども、そういうのをなかなか伝えることが難しいところもあるんで、次はちょっと動画ブログに載っけれればいいかなというふうにちょっと思っていましてですね、頑張ってみたいと思いますけども、こんな感じです。感謝します。愛する天皇様、この証しの時を感謝します。感謝して祝福してお願いします。アメン。お祈りさせていただきます。天皇様ありがとうございます。今日の証しを感謝します。感謝して祝福してお願いします。アメン。皆様の断食をもっての祈りを感謝いたします。ですね、台湾チームの派遣に加わり報酬させていただきました。行く前にですね、四季18章6節からですね、安心していきなさい、あなた方のしている旅は主が認めておられますという御言葉をいただいて、この派遣を派遣に、で、使わせてきました。この派遣ですね、本当にこう、今、ダビデ君も言ってましたけれども、本当にこうブログの働きがですね、の報酬をさせていただきまして、その中でいろいろ学びもありました。でですね、すごく印象的に残っているのは、向こうの、台南のですね、教会の、牧師さんがですね、すごく賜物を熱心に求めておられ、本当に帰る直前までですね、秋元牧師に賜物のことを聞いていたのを見てですね、本当に賜物の重要さというのをすごく感じました。で、個人的にはですね、英語の勉強やっぱりもうちょっとしなくかなければならないなっていうのをすごく感じました。次回はですね、もうちょっと英語の勉強して、臨んでいきたいと思いました。皆さん本当に断食のもとになり感謝します。天様ありがとうございます。感謝しゅうすけすします。アメン。はじめにお祈りします。愛する天様、あなたがこの台湾チームの証をすることを導いてくださったことありがとうございます。どうぞ御心の証ができますように導いてください。イエスキリストの名前を通してします。皆様、取りなしのお祈り本当にありがとうございました。今回はですね、台湾チームが出るという前にですね、なんかこの台湾という思いが先に来てまして、あと芸能とかそういうこともちょっと語りかけみたいなものがあったので、台湾チームが募集になってですね、ちょっと漏れそうになったんですけども、台湾チームに入ることができました。それで、向こうに行って、映像班としてですね、映像の担当として行ったんですけども、その中でもちろん映像の働きもしたんですけども、向こうの現地で、ちょっとお話を新竹って、3番目に行ったところですけどもに行った時にですね、ちょっとお話をしてたら、その映像の映像テレビの話ですねがちょうどたまたまその時に話されて、それでテレビの方とつなぎますよっていうか、この関係つなぎますよと言ってくださってですね、ではここ見心だったのかなと思いまして、で、今ですね、実際にはそのチームの
時にはですね、そういうテレビの話は大きく進まなかったんですけども、今後ですねメールでやり取りをして、台湾のテレビ局とあとクリスチャン関係のですね、ジョイ TV って言いましたかね、そのなんかそちらの方の、またテレビの方とつないでくれるという話がありますので、今後また祈りつつ連絡取っていきたいと思います。愛聖様、この証ありがとうございます。イエスキリストの名前とお称します。アメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、御心の証を与えてください。イエスキリスト皆によって祈ります。アーメン。皆様の取りなしの祈りを本当にありがとうございます。今回は賛美隊としてですね、全うできるようにですね、祈りつつ入ってきました。で2つの教会での奉仕と、それから路上ライブと、それと主の十字架クリスチャンセンターの初めての礼拝で賛美を十分にですねさせていただきました。で新しいところに入って賛美をするっていうことで、すごく意味があったと思いますし、またそれとともに台湾の方々にすごく喜んでいただきまして、本当に中国語で歌ったこともすごく喜んでいただき、心を開いてくださって日本語の賛美も聞いていただきました。そしてまたですね、新築の方では他教会の方々もたくさんいらっしゃってたんですけども、私たちの教会にも来て歌ってほしかったってこう言っていただいたりしました。またその先ほどお話がありましたけれども、クリスチャン系 の, テレビ出演のお話もありました。今回は実現しませんでしたけれども、次回そういった話が進むのではないかというふうに期待しています。また個人的にはですね、本当に海外選挙に本当に出て、本当に今まで自分はやっぱり神様をまだまだ小さく見ていたなっていうふうに何回か そういったふうに思わされる場面がありまして、本当に行かせていただいて感謝でした。ありがとうございました。カマンドワーシップです。今日は風の響きを賛美します。
風も必ず断ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今リバイバルがこの地の地の上に風の響き